午前6時半過ぎ、乙部町花磯の建物で火が出ていますと消防に通報がありました。懸命の消火活動が続けられていますが、炎と煙がまだ確認できます。火元は倉庫とみられています。火は次々と付近の建物に燃え広がり、およそ10時間後に消し止められましたが、合わせて8棟が焼けました。怪我人はいませんでした。電線も焼け落ちて一時250戸が停電し、暖房が使えない住民が町が開設した避難所に身を寄せていました。風強いもんだから、その風に煽られてるうちにどん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 ってね、もう死ぬ勢いが止まらないで。周辺の沿岸部では今日未明から風速10メートル以上の強風が続いていました。